は。こんにちは。バイオリン名曲31選をお届けしております。本日は17番、はいね、はい、フォーレ作曲夢の後にをお届けいたします。では解説お願いします、はい、この曲は聴けば公安コマーシャルですとかそういうので聴いたことあると思 う, こう有名なメロディーなんですけれども、今回はアレンジで2つの高さで弾きます。それが今回はそれを表現するのがいいポイントだと思うんで、ちょっと解説したいと思いますけれども、一番最初がこの高さです。それからひとしきり終わった後に、というふうに同じメロディー弾くんですが、同じ弾き方をして同じ指の動かし方をしてしまうと雑な音になってしまうんですね。1回目の低い方の時は少し弦を舐めると言いますか、しっかりと弦にこう弓の毛を食い込ませるようにして、というふうに弾くのですが、高い音でそれをやってしまうと、というふうにあまり美しくありません。ですから高い音の時はもうちょっとスッとこう弓をたくさん使って、上積みを飛ばすようにですね。ですから弓を手をいっぱいに使って、こういうふうに弾くとさっきの低いところと高いところの差が出るんじゃないかと思います。ちょっとそれを楽しんでみてください。それでは。